俺たちの母校を取材して作られた彼女の番組はかなり評判が高かったという。菅谷が得意そうに連絡をよこしてきた。凛さんのラーメン屋にも一層たくさんの生徒たちが押しかけ、メッセージボードにメモを残しているそうだ。あんな事件があったにもかかわらず、しっかりと番組を作り上げた彼女の勇気はやはり大したものだ。だが当の彼女は未だに昔のことを気にしていたようで、申し訳なさそうに謝罪の電話までかけてきた。過ぎ去った過去よりもこれから来る未来の方が俺にとってはよっぽど大切だ。